稲バイパス、長野県上稲郡飯島町田切りにて、稲バイパスは、長野県の上稲郡飯島町から、小金市に至る、全長約9キロメートルの国道153号バイパスである。中田切れ川にかかる中央アルプス大橋稲バイパスは、飯島町から、小金市を通過する国道153号原道の、交通渋滞の解消や、交通安全の確保を目的に、 2001年に着工したバイパス道路である。2018年の全線開通時における総事業費は約412億円である。特に、田切地形の目立つ飯島町区間は、橋梁部が多くを占める。計画は片側に車線の4車線道路であるが、北の原交差点から琴平町交差点の区間を含め、全線は暫定に車線で共用されている。 駒ヶ根市、福岡飯島町田切り間の中田切れ川に架かる中央アルプス大橋は、橋長990メートル、福員約13メートル、地上高は最大約40メートルあり、2018年11月17日の開通時点において、一般道路では長野県内最長の橋である。橋の名称は、駒ヶ根市と飯島町で作る。 稲バイパス建設促進規制同盟会が公募して決定した。2004年2月に当時の長野県知事田中康夫が稲バイパスの飯島町区間周辺開発について異論を挟み、それをきっかけにして飯島町の高坂宗明町長が地元に対して問題提起を図り道路景観に関する独自の協定を策定している。 海通記念ひかみほさわ川に架か,かる、駒金を発揮用な河川に架か,かるおののの橋を以下に、示す。長野県道200号、飯島停車場ひっそり線との交差点、飯島町飯島付近。ありがとうございます。